どうもこんばんは。しまった、準備ができ、今日はなんかね、いつもと違うのを撮りたくて、初めての試みですけど、スキンケアの動画を撮りたいと思います。今顔を洗ってきました。まずね、私がしてるのは何だろう、ランバーズイン毛穴ゼロ卵肌トナーパッドっていうやつをね、やります。これあの、このピンセットが、ピンセット、ついてます。で、開けてこれで1枚取って、で、ここにつけるとこがあるのでね、こんな感じで衛生的ですよね。このなんかボコボコしたと、ボコボコした面と、その反対側はボコボコがないところ、これでね、小鼻とかほっぺたとか、気持ちなんかね、いい匂いがする、なんかすっきりするんですよ。これひんやりして気持ちいいし、これでなんかふきふきしたらなんかツルツルになる感じがする。である程度くるくるしたら、あのつるボコボコじゃない面をおでこにペッて貼って、あのね、このこれなんだろう、どこのだろう、シェルクルールのピュアコットン、このコットンにこのね、無印のね、化粧水さっぱりタイプを染み込ませて、こうやってね、あ、気持ちいい、ひんやりして気持ちいい。で、おでこちょっと一回取ってこうしてね、またベッて貼ってね、で、ある程度こう塗り広げたら、一回二回折って、この端っこは化粧水ついてないので、ここからこう入れてあげる、もうちょっとね、ひたひたになるまでこう入れてあげて、裂いていきます。裂くね、これ裂けるんですよ。で、ほっぺたと、うまくいったらね、4枚5枚ぐらいに裂けるんですけど、なかなかうまくいかないのでとりあえず、まあ、ほっぺたはこれつけて、もう一回行きたいな、もう一回、あ、いけた、うわー、ダメだ、失敗。お、こっちからやったらいけるね。お、いけたいけたいけた。で、ちょっとこうピッてずらして、おでこで、顎、顎ちょっと半分切って鼻につけて、で、これで3分、あ、しまった、タイマー忘れた、3分待ちます。3分待ちますけど、数えますかね。1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、53、53、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、73、74、73、74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 、
ホがあるので、それでねタイマーしてるんですけど。
下に置いてきちゃってここ2回、うんうんうん、合ってんのかな、ちょっと早いかな、6、うん、今60秒、あ60秒け1分か、5、6、7、あ8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、結構3分ってね待つと長いですよね。この間になんかしたいんですけど、数数えないといけないから、え何秒ですかね今3、4、あこれ鳥用券これで数えたらいいんか、あと2分ぐらいかな、違くない、え、マッチ長いね、あと 2分でもないか、1分半ぐらいか、もう適当、あと1分ぐらい、今30秒ぐらい経った、でこれで1分やけど7時7分半になったらいいですね多分、まあ、それ以上するとなんかねいけないらしくて、まあ、3分ぐらいがいいらしいです、うん、あと30秒ぐらい、もうね後ろ西日がねすごいんですよね、ここ西日がめっちゃ逆光ですねこれね、あと20秒ぐらいかな、嘘あと15秒ぐらい、あと5秒、4、3、2、1、0、はい3分経った、多分経った、そしたらこのデコのやつをちょっと目にペタッてして、あじわーっと、あー気持ちいい、でだんだん下にこれ鼻の下ね、鼻の下もギューンってやって、うーんってやって、あま、この通ったやつで何でもなく、うん、気持ちいい、はい、こうやってペタペタしていきます、全部、あまし、あここなんか首とか塗っちゃったりしてね、あひんやりして気持ちいいですね、はい、それでゴミ箱にポイで手でこう食べて、うん、あー気持ちいいね、無印の化粧水はたっぷり使えるからいいですよね、んでこれミノンのアミノモイストモイストチャージミルクの保湿乳液、うん、お、あもうなんかプッシュ、あんま出てこ、やばい、これなくなる、そうか新しいの、でもこうやってこうやって振って、あ振ってもう出てこんね、振っても出てこ、振ってそこに、そこの方に全部うってこうやって振って出るまで、出します、まあこれぐらい、まあ 1.5 プッシュ 1.5 まあ2プッシュぐらい、2プッシュ弱ぐらいをこうやって、あ全顔に塗ります、気持ちいい、うん、はい、こうやってこう圧をかけてやると良さそうですね、ああはい、うん、いいかな、はい、
余ったのはなんか 手とかこういうとこに全部塗っちゃって、で夜はね、これ目の周り豆乳なんだ、イソフラボン、サナなめらか本舗薬用リンクルアイクリームホワイトってやつで、ぬるぬる、あの乳液で手がぬるぬるになって、今拭いてきました。こうやってね、このくらい出して、このくらい出して、なんか目元、まあ、アイクリームなんでね、目元の目尻と、なんていうんだここ、涙袋とかあるとこ目の下、この辺にこうやってこうやってこうやってなんか適当に塗って、でこうなんか塗り終えたこのまだ残ってる感じ、なんかこのやつは鼻の横のなんだこのシワのなりたくないとことか、この辺にこの辺で拭き取ってますはい、以上です、終わり皆さんはどんなスキンケアをしていますか、コメント欄で教えてね。以上で終わりたいと思いますバイバイ、またね。最後まで